どうもエルカビのエルユダです。はい、どうもデロニアシです。ということでね、はい、新日本プロレスが、はい、なんと開場した後に、うん、ちょっと中止を、はい、発表したというのが結構大きめのニュースになっていて、へっていうのがそのレスラーの一人から、うん、がまあ、ちょっと発熱があったと。うん、でまあ、後日結局 PCR 検査して陰性だったんですけど、うん、だからお客さんも入れたんだけど、うん、ちょっと発熱があったので念のため大会を中止にした。で、うん、実は結構ヤジとかそういうの結構覚悟していたんですけど、うん、なんとお客さんがみんな拍手して、愛媛の宇和島ってとこらしいんだけど、あ、宇和島、はいはい、でなんかみんなが拍手をして、うん、でお客さんもちゃんと理解して、うん、なんだったらむしろ英断してくれて、うん、普通ね、そこまで行ったらちょっと無理してでもその人だけを出さないでとか、まあね、隠してとかね、そんな毎回毎回そのさ、うん、来てくれるのかどうかもさ、分かんないところだ、ね、愛媛にもまた行けるのかどうかっていうのも、ね、ありますん、うん、っていうのがあったんだけどっていうのが結構これが、やっぱりすごい団体、その体力もあるし、うん、団体主の体力もあるし、ちゃんとその倫理的にも、だからもうお客さんがね、特にやっぱマナーが、そうだね、素晴らしいと思いますね、お客さんのマナーが、うん、うん、でそれをちゃんと、ね、そこでやっぱね、これ見たってあれなのかな、ある意味絆ってやつなんだよね。うん、でもあれなのかな、うん、いや新日のファンもちろん素晴らしいけどさ、はい、やっぱね、うん、みんな強そうだから何も言えなかったのかな。おいなんかさ、おい、昔ね、昔の話よ、なんか女子プロとかで、うん、なんか女子プロレスラーのね、うん、すげえマナー悪いやついたなんて、子供とかなんか胸触ったりお尻触ったり、あ、いるだろうね、そうですよね。でガキがね、うん、したらもう後ろに控室連れていかれて、うん、腕立て何十回もやらされて、うん、でヒールレスラーとベビーフェイスが一緒になんって怒ってて、うん、なんでこいつらタッグ組んでんだよって思ったっていうね。あー、またいい話ですね。話がありますよ。いい話ですね。そういうことがあったりとか、うん、ねえ、コロナで言ったらさ、うん、なんかね、地下クイズ王の鈴木貴弘さんがね、あ、はいはい、そのコロナのね、なんか予言書みたいな本最近出してんですよ、日本経済予言の書って、まあ、僕ね面白くて読んだんだけど、はい、でその人はダイヤモンドオンラインの方にね、またちょっとその本の付随した連載やってて、うん、そのまあ一つの予測として、うん、なんか11月からちょっと日本でも、うん、死者数がめちゃくちゃ増える可能性があると。おー、本当に予言の書ですね。予言の書で、それはやっぱブラジルが夏だから抑え込めてたみたいなのがあって、うん、で今日本は感染者数増えてるけど、こう重症者数、うん、死亡者数すごい少ないけど、うん、実はブラジルも最初そうだったみたいな、はいはいはい、で夏が終わったらすごいこう増えてきてしまった。で、まあ、これはただ恐怖を煽るための分ではなく、はいはいはい、なんかそういう予測があるとこう動けることがあるんじゃないかっていう。なるほどね。まあ、未来予測の専門家なんだよね、そう、その鈴木貴弘、いろんな企業に入って実際にその予測のアドバイスをする。じゃあクイズも全部未来予測で、クイズはすごい勉強してたみたいなだけどクイズショーみたいなこと、ね、この人本当にね、うん、情報量わけわかんないからね、殺人事件が起きたアパートの名前はみたいな、はいはいはい、ピンポンどこどこ、うん、とか言って、はい、ピンポンピンポンみたいな、いや嬉しいんか、うん、それみたいなで優勝して、で一緒にライブ出た時にミスターウィキペディアの、そうそう、途中からね、うん、こっからみんなアドレナリン出てね、目がおかしいんですって言うんだけど、うん、いや最初からお前ら目おかしいですよ、うん、思わず言ってしまったっていうのがすごいですね、鈴木先生ね、ありまして、さすがね。だからこれ僕らの、ね、お笑いライブとか賞レースにもちょっとこれ、うん、また参考になっていきますよ。そうだね、有力候補と、うん、ね、が倒れてったらまた大変なことになりますからね。そういうことですから、ね、ね、まあね、ちょっとある意味体力勝負になってきましたね、うん、もうそうね、その企業の体力もうすべいろんな意味の体力ですよね、体力ですね、うん、ね、うん、ってのもあったりとか、あとね、善次郎さんが、はい、アラブの人に、うん、ジャニーズはタブーと教えるとかね、これも記事になってるんですけど、はい、なんかズームでやるアラブ首長国連邦のコメディアンとツーマンショーの打ち合わせ、うんはい、僕の国は王室政治人種ネタはタブーだけど日本はって聞かれたので、うん、皇室ずっとジャニーズって答えましたかっこ悪いと明かしたということで善次郎さんのツイッター過激化が止まらないと、うん、なるほどなるほど、さすがのトースポもアラブの人にジャニーズはタブーと教えるってジャニーズの方だけ取ったというね見出しとして、もうそれでそれでももう感覚バグってんだよそれももう見出ししなくていいんだから、なるほどなるほど、はいはいはい、ねえ、さすがもというようなことが、まあ、スタンダップコメディアンの、はい、大物芸人さん、芸人さんが善次郎さんということに、なっております。だったですね、スタンダップコメディ協会の4重視ですからね、うん、4重視、そう、なんか4人しかいないんだって、いないって言いましたね、日本にあるスタンダップコメディ協会の ね、ラスアール石井さんと伝次郎さんと清水博さんとインコさんで、ね、後半2人誰なんだ、いや、いいよ、誰だ、
清水博士とインコってインコさんってインコとは逆に俺はね、うん、気になりますね。気になります。コードタクトさんっていう芸人さんにしてる、うん、はいはい、同じ名前だけ、そのあのね、浅草の師匠とかのね、うん、そういうなんか味わいのある名前いいですよね。そのカタカナ3文字でインコとかね、そうそうそう、インコいいですね。僕らが一番最初にお世話になった浅草の師匠は青空ジョージ師匠、うん、上司って書いてジョージだったかな。そうね、たけしさんのことをずっとたけちゃんと、そうそう、楽屋であのまだネタ見る前から俺らを、うん、ね、一目見た瞬間に、うん、売れるって言ったね。だからまだあのね、そのジョージ師匠の言葉を胸に、うん、俺らがまだコンビ12年目やってますよ。やってますからね。実際売れたしね、4年前、内村テラス出たし。いや売れてねえ。あの時ジョージ師匠に電話するの忘れてただからだよ。だから書き換えられたんだよ、青空師匠っつって、うん、ね、言うかなと思ったんですけど、ね、だからジョージ師匠は芸人デスノート持ってんだよ。いやそうなのかな、俺もデスにされた。そうなの。あ、ジョージ師匠褒めたらダメなんだ。ジョージ師匠褒めなきゃダメなんだよ。怒られるわ。ありがとうございますって。あ、そういうことか、ね、はいはいはい。なそれとなんかハムとか送んなきゃダメなんだ、うん、なんかで事務所に入んない方がいいって言われたんだよ当時、うん、事務所ってのは入らなくていいんだと、うん、でなんか自分たちのその寄せ、うん、青空寄せみたいなとこに結構定例で出ないかみたいな話があって、うん、でその後にそこのなんかブッキングをやってた戸波左京さんって人がいたんだよ。あの綺麗なお姉さんだったね。ああ、でもでもどん、いや絶対芸名だと思うんだよ、うん、戸波左京、まあ本名だったらごめんなさいね、うん、でだから左京さんに一回メールして、すいません、ね、実は事務所がちょっと決まってしまいまして、うん、マセキ芸能者預かりになることがその時決まったので、うん、でメールをしたら、うん、一切返信なくなっちゃった。うわだから、ね、俺は事務所入るなって言ったろと。あ、なるほど。ジョージ師匠の言う通り守ってたらめちゃくちゃ売れてた、うん、売れたかもしれないな。フワちゃんだったかもしれない。いやそうね、な、確かに事務所入らないで、はいはい、いや青空寄せみたいなところにフワちゃんは入んないけどね。あ、ね、だったかもしれない。そういうようなねこともあったりとか、はい、あとね、小島和也の出演する CM がデス CM と呼ばれているって、これもトースポの記事ですけど、はい、あの共演した相手がどんどん不倫関係に陥ってしまう。なるほど。 で誰なんだって記事の中見たらね、うん、渡部健也、東出昌大って2人しかいねえじゃねえかっていうね。で1人相方だから実質1人じゃねえかっていうね。どういうことなんだっていうね。いや、もうね、実は、うん、実は斡旋してるかもしれない。そうなのかな。なんか、うん、今後小島さんと CM で共演する人は戦々恐々だろうっていう。二人だけでそんな記事書いて、よっぽどよっぽど記事取れなかったんかな。そうそう。多分もう渡部さん捕まんないから、うん、小島で行こうみたいな。なるほどね。小島さんで行こうってなって。小島さん。でもすごいよね。小島さんのさ CM 記者会見みたいな見たんだけど、うん、でマスコミがすげえ集まって。うん、でなんか多分、まあ、こういうこと言っちゃうとあれやけど、うん、渡部の件なきゃ多分こんな集まんなかったでしょうしみたいな言ったら、なんかマスコミがうなずいてたのかな、うん、うんうんっておかしいんだよお前らみたいな。そういう芸人ってすごいよな、うん、その素人でもいじっていいんだって、でいじったら返してくれるんだっていうのはすごくない？だからあれだよな、うん、そのうなずきトリオじゃないけどさ、うん、ビートきよしさんとかの、うんうん、あの路線からの進化系なんじゃないですか、うん、そうだよね多分。そのいじられて、鈴木拓さんとかもそうだけど、そうだね、同じ拓、まあ、さんちょっと典型か、でもなんかおね滑った時も、うん、この客全員殺せると思うから怖くないみたいな。でも変形か、それって滑るっていう前提だから、そうそう、弱いって一回取らしてるのか、マウント取らしてるから、うん、そうでしょ、そういうことか、そうすごいよな、うん、たまったもんじゃないけどな、隣に、うん、すげえ全員やっぱ隣すごい人っていう感じでさ、うんうんうん、だからその、うん、だからそれを逆手にとってさ、うん、合気道じゃねえけど、うんうん、やっちゃうわけでしょ。今回やっぱ言われてあんまり言われてないのはね、僕その渡部さんがどんだけすごいかっていうのは、うん、もうちょっと言われてもいいよな。あ、まあそれはそう。いやすごい、まあ当たり前だからなのかな、うん、なんかそのさ頭いいじゃん言ったら、うん、そのあんだけ MC できてさ、うん、でネタもさ、わかんないけど渡部さんも結構なウェイトで書いてんじゃん多分ね。なんかね、いろんな話聞くとすげえ根性ある人なんだ。いやそうでしょ、いろいろ俺らで俺らが、ね、いろんな噂あるけど俺らが挨拶した時は何年ぶりとかでも覚えてるよみたいな、うん、あの伝わんないだろうってネタやる人でしょみたいな、うん、だ結構な情報量もちゃんと入ってて、うん、でその合間にそのトイレとかも使って、どんだけの情報処理能力なんだっていう。そこをね処理したけどな、もうちょっとね、見ないといけないし、そうそう、あとはね渡部さんがただ小島さんと会話がすれ違ってることにあんなに気づかない、うん、確かにね、ちょっとその疑問はある。いや芸風だからあれ。いいんですよ、もうちょっとちゃんと会話してあげた方が、向き合った方がよかった。誰かがネタ起こししてたよ、なんか、うん、アンジャッシュに多目的トイレってネタがあって、トイレか、うん、でなんか電話してて、うん、でなんかお互いの電話がすれ違ってるみたいな、あ、はいはい、で大丈夫だよ俺トイレでやるから、トイレでお前やってんのみたいな、なんかそういうなんか下ネタと何かがすれ違うみたいなのをオンバトでも
飼ってて、それをね渡さんの件があった時に全部文字起こしてるやつがいて、ツイッターですごいですね。いやすげえなと思って、その文字起こししてるやつの記憶力がすごいよと思って。いやいや、まあ持ってんだろ、TV ビデオかなんか、ビデオ持ってんだろ、 VHS だぜ多分。いや持ってる、ね、昔の音場とね、それがすごいよ。いや早く全部ハードに落としてな、うんうん、保存していかないと。そうだね、劣化しちゃうからね。これさ難しいのがさ、アンジャッシュさん復帰した時にさ、はい、その漫才だったらさアンタッチャブルさんとかその騒動もいじったりしてたけど、うん、コントだからさ、うん、このちょっと難しいのかね。コントになるとねまたちょっとちげえ感じするな。あ、それ分けないとね。どうなんだろうね、うん、だチュートリアルさんが復帰した時の漫才も見たんだけど、うん、その前やってた、よくやってたあのキャメラマンってネタなんだけど、あの福田さんがすごいポーズ取っていくやつ。あー懐かしい。で、うん、そこにちょっと入ってくのね、その俺はなんだっけな、俺はもう謹慎は嫌やーみたいな。でスタッフがめっちゃ笑うんだけど、うん、でもチュートリアルさんのネタも言ったらコントなんですよ。あれ、まあ、徳井さんが狂気のステージに入って、そうだね、でその狂気がそういう狂気じゃないから、うん、そのなんかお前頭おかしいんかって福田さんが言った時に、頭おかしいよ俺、おかしなかったら去年あんなことなってないもんって言うんだけど、なんかそれはそれで笑いきてんだけど、うん、なんつうの、2つのね軸があるように見えるんですよ。あ、はいはい、でアンタッチャブルさんとかはなんか1個って感じ。うん、そのザキヤマさんのボケはもうなんか何言ってもいいじゃん、あの人。あ、はいはいはい、で騒動もう絡めるけども超適当に、うん、柴田さんがいいんだよそれはとか言って、はい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 みたいな。あ、これがねそのコントになるとより濃さがまた違うね。そうなんですよ、ね、っていうのだ、ね、割と僕らはその G ネタとかね普段やってるから、はい、ちょっと入れやすいと思うんですよ、何かがあっても2人のことがあってもね、うん、はいはい、だこれがね結構難しいのかなみたいな、はいはいはい、だ一世尾形さんとかもさ多分難しいと思うんだよね、そのプライベート入れるの結構一人あれじゃないですか。なのかな。いやもうプライベートを別の人物で描いてんじゃない。うん、あそうかもね。あそういうちょっと違う視点から。そう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 。確かに。だから相手に言わせてやろうみたいなことってあるじゃない。はいはい。それをもう自分一人で別人としてやるという。うん、男子ショーとかだったら枕でちょっと処理して本筋入るっていうのはできるもんね。まあそうだね。うん、あまたでもちょっとコントになると難しいかもな、コント調になると。ナポレオンズさんとか難しいよ。首をさ回しながら言うのは。まあそうだ、うん、借金で首が曲がらないって曲がっとるやんっていう。そうそうそう。それぐらいしかないない今のところは。マギー真嗣さんとか、うん、耳がでっかくなりながら自分のプライベート入れるってのは。ラッキーくんラッキーくんとか言って、まあ私ラッキーじゃないんですけどね。まあそういう感じですかね。っていう感じ。難しいですね。まあそんなところですね、デス CM と言われてるというね、記事をお届けしました、はい、といったところで、また明日お聞きになってください。はい、どうも。